フィリップ・アリオンが最終コーナーの出口、最終コーナー縁石に乗りまして、このように大スピンクラッシュ、車はもうバラバラになったんですが、フィリップ・アリオン、このバラバラの車の中からですね、彼はもうそのまま全く安全に怪我もせずにですね降りてくるんですね。大変なクラッシュで、これは大事故かと思ったんですけど、はい、もうピットの真ん前、もうグランドスタンドの前ですから、もう本当にヒヤッとしたんですけれどもね。アリオはちょっと足にあざがあるそうですけれども、元気に今日もグリッドにつきますね。ここです。ここから、はい、姿勢が乱れてピットの壁に激突です。そして車はもうこのようにタイヤは飛んで、エンジンももうちぎれて飛んでいくんですが、2点3点、ドライバーがいますメインモノコックですね、今カーボンファイバーというものすごく丈夫なモノコックでできています。壊れることによってドライバーのそのモノコックはきっちり人間の体を守ったわけですね。